37回ゲストは DJ クランクことかっちゃんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では DJ クランクことかっちゃん、もうこの後からはかっちゃんと呼ぼう、はい、かっちゃんの、あ、今日はね、あのヨクの自宅でみんなで集まって録音するっていうのをやってますということで、お土産にビールもらったから一旦乾杯しましょうか。飲みましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。あー、うまっ。うめえ。はい、ということで、はい、じゃあ簡単に自己紹介からしていただきたいんですけれども、はい、お願いします。親不孝通りのダークルームってところでスタッフをやりながら、DJ とパーティーをやってる DJ クランクことかっちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんかこうレジデントのパーティーとか自分の所属してるグループとかって何かあったりするんですかね。僕がやってるイベントが、ブロックパーティーっていうベースミュージックを主体にしてるパーティーを毎月やってて、あと、ナイトホールっていうドラムベースのオンリーでやってるパーティーと、あとトライバルダンスという、トライバルミュージックダンスミュージックを、主体にしてるパーティーを、やってます。こっちは、トライバルダンスだけ3ヶ月とか4ヶ月に1回ぐらいですかね。他は毎月やってます。いっぱいパーティーやってる。もう本当にいっぱいパーティーやってる。そうね、やりすぎてね、ちょっとね。頭が回ってない時があるから。すげえな。あのナイトホールに関しては、あのヨウ君もあの別名義のブラッククローの方でお世話になってますんで。はい、毎月してもらってますので。だいぶ楽しんでやっております。最高ですよね。最近ね、あの隠れてあの裏名義としてブラッククローとしてよくは別に隠れてない、隠れてない活躍し始めたけど、なんだかブラッククローの出演頻度が増えつつあるのかないのか。なんかあんまりなんていうのかな、ドラムのパーティーとかはそんなに呼ばれたわけやないから、言うてナイトホールぐらいかなって感じけど、まあこれぐらい増えたらいいですねって感じですね。まあでもほら10月あるじゃないですか。そう、10月ある。そうそう、10月なんで、ちょっと取るとこ、まだ聞いてないやつ、まだまだ伸びしろ、言った言った言った、伸びしろ、伸びしろが、あ、開けとけって言われたやつか。そう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 、伸びしろ、伸びしろしかないと。はい、そういうことですね。じゃあそんなかっちゃんのなんか DJ の、まあ、プレイスタイルだったりとか、はい、そうだな、どのぐらいから始めてどんなこと今までやってきたのみたいな話を聞きたいんですけど、さっき言ったブロックパーティーっていうのが、うん、ちょうど11年目に入ってて、で、実はパーティーから始めて、その後、1年ぐらいしてから DJ を始めたんですよね。で、DJ 自体は、今はドラムンベースだったりジャングルだったり、まあ、ダブステップとか、まあ、そういうちょっと何つうのかな、ベースミュージックっていうのを軸にしながらやってますね。うん、ベースミュージックか。なんか言ってた、かっちゃん自体は、はい、DJ 始めたのって大体何年前ぐらいというか。ちょうど10年になりますかね。かちょうど10年っていうことは、はい、パーティーの主催とともに DJ を始めたとかそんな感じ。あ、いやいや今言ってた、あれ今言ってた、何も言えなかったのちゃんと頭に入ってるんだ。そうそう、パーティーが先で、うん、先で、で DJ が1年後ぐらい。そうか、そう、ちょっとね、珍しいタイプの人間かな、うんうん、確かに、DJ やってなくてパーティーやっとう人はそこそこおるけど、その人たちは DJ やらんまま行くことが多いもんね。あ、そうですよね、うんうん、
大体そうだけど、なんか DJ をやりたいなっていう風になって、うん、まあ、自分のかけたい曲とかが出てきて、そっか、そうで始めたっていう感じですかね。うん、うん、そうか、いい DJ のなり方、うん、そうなんですかね。かけたい曲があるってやっぱ一番大事な感じがする。あ、まあ、なんかね、僕がダークルームに入る直前ぐらいからパーティーを実は始めてるんですけど、うん、その前に、ロブ・スミスって人がいたり始めて見たんですよね、うんうん、でその人が、まあ、まあ言ったらベースミュージックのもうリビングレジェンド、もう多分60歳とかのおじいちゃんなんですけど、その人がを初めて見て、そこで衝撃を受け、で、パーティーを、まあ、なんかベースミュージックを軸にやりたいなって始めたのがきっかけって感じですかね。うん、素晴らしい、すごいな。そんな、なんかそのロブ・スミスさんを見たのってフェスとか、はい、いやいや、ダークルームですね。あ、ダークルームで、ダークルームで、そうそう、なんか親、その俺がまだ本当お客さんの時に、まあ、あのダークルーム来てる人だったら知ってるかもしれないですけど、チャッキーさんって人が、うん、あの店長がいるんですけど、そのチャッキーさんが主催でこう呼んでて、ジャパンツアーやってる時に福岡の担当として呼んでて、でそこで初めて見たのがきっかけかな、そのなんか何ですかね、初期衝動的な。でもともと、すいません。もともと高校生の時とかはダンスホールレゲエとか聴いてたから、なんかレゲエから入って、でなんかこうね、あのレゲエに通ずるような音楽みたいなので、そういうベースミュージックっていうのにこう、まあ惹かれてったって感じですかね。なんかまあサウンドシステムカルチャーって言って、あの大きいあのスピーカーをボンって出して、うん、でもすげえ音出して、うん、あの踊るみたいな、うん、まあ、あの時の2人とも来てくれてるから分かるかもしれないけど、あの昨日ちょうどサウンドシステムを出してイベントやってたんですよね。やってたね。そう、でもすごいもう低音ボンボン鳴らして、あのこう なんていうのかな、体にこうぐんぐん来る感じ、うん、にすごいこうなんか、うわすげえこれ超かっこいいみたいなのになって、うん、それからなんかこう惹かれてってって感じですね、うん、そうか、なるほどな。いい、いいな、いいね。まあ初期衝動ですね、そこが、うん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 、初期衝動。いや、ブロックパーティーは楽しいパーティーになってるな。 ありがとうございます。もうね、毎回ガチャガチャになってるから主催者一番ガチャガチャみたいな、一番理想的ないいパーティーの証拠。まあね、ボロボロだけどね。ボロボロってボロボロよ。たまにこういった正気化みたいなコンテンツの時あるしね。まあ、あ、それがめちゃめちゃいい。よくの記憶の中でなんかなんだこれはって思った目についたブロックパーティーの企画とかってやっぱ白装束かな。1月の企画かかな、うん、どんなやつ、どんなやつ、白装束。オカルタっていう、なんて言ったらいいのかな、もうマノイズとも違うし、結構エクスペリメンタルとかインダストリアルなダンスミュージックのバンドだったりとか、十三さん、マットディスクって名前で、うん、やってる、北九州のドラマソロでやってもらったりとか、あとは、シシード君っていうテクノの DJ だったりとかっていうのをこう集めて、なんかあの言葉をテーマにして呼んだんですよね。その時脅威っていう言葉で、DJ だったりライブを集めてやったイベントがあって、まあ、僕もやっぱあの日はかなり覚えてますね。超面白かった。入った瞬間店間違えたかと思っ
かなりぐちゃぐちゃな感じになってたもんな。すごいなんか、まあ、テーマとしてね、言葉で集めてみたから、まあ、ジャンルとかはすごいバラバラだけど、なんかこう、うん、自分が思った脅威を感じた DJ とかだったから、なんかこう一夜通してね、なジャンルはバラバラだけど、なんとなくこう、まあ、脅威というものを伝わったかなみたいな。脅威。脅威。まあ、オカルタは確かにね、あの見た目から結構脅威っぽいもんな。あ、そうね。あれ、分かりやすい脅威。そうね。分かりやすい、うんうん。なるほどね。そういう見た目してたわけよね。そう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 。なるほどな。うん、でもめっちゃかっこよかったですね、オカルタのライブ。かっこよかったね、うん、かっこよかった。ドラムベースの曲もなんか何曲かやってくれたりとか、うん、あれで人を円にして囲んで、なんかあの祈りを捧げたらすごい儀式になるなって思いながら、確かに見たい、それ見たいなって思いながら見てもうちょっと広いところでやらないといかないかな、ね、ダークルームじゃなくて、ね、まあ輪っか結構広さいるもんね、うん、なんかその V 系とかさ、そっち系のバンギャ的な宗教ではなく、うんうん、あの本気のやつに見えると思うから、うん、そうだね、うん、見たいってそうね、すごい見たい、それはね、そう言われたら私も見たいわ、見たいなと思う、うん、あの日は面白かったですね、確かに本当面白かった、うん、ちょうど、まあ、うん、あ、いやちょうどその去年10周年を迎えて、うん、1年間10周年の、スペシャル企画をやってる期間中だったんですよね。まあ、あれも立ち込んでたな。まあね、ちょうど途中で僕子供もいるんですけど、子供も生まれて、もうなんか何が何だかよく分かってない状態で1年間なんとか走り切ったみたいな感じでしたね。まあ、毎回テーマをちょっと作ってイベントやってみようかなと思って、でまあなんか1年間やってみて、まあなんかそのフィードバックが今なんか返ってきてる気が、自分に返ってきてる気がしてるから、うん、まあやってよかったなと思いながらですね。あとはあれかな、やっぱこの前7月に出させてもらった時は楽しかったな。ああ、ブロックパーティーに、ブロックパーティーに出してもらった時は、うん、マジで楽しかったエオくん D 超良かったから、あの日はね自分で言う本当に良かったいや本当に良かった、本当に良かったね、なんか新しい新境地って感じでエオくんのそう、ね、かましたろみたいなこと言ってたもんないやもうブロックパーティーに出るからにはこれぐらいせないかみたいな、いやもうそう言ってもらえると嬉しいっすね、うん、まあもうあのね、ほぼほぼ週に3、4がヨウ君と僕は一緒にいるんでそうなんだ、そうそう、一時期嫁より会ってたから、うん、嫁より会ってた、嫁より会ってた、うんうん、でこの間ちょっとね、あの実家に帰っているタイミング、うんうんうん、までは本当に嫁より会ってたずっといたもんな、うん、ちょうど昨日ね、あのかっちゃん寂しがってたもんね、寂しかったね、うん出るすごい、昨日みんな久しぶりみたいな感じだったけんさ、うん、そう、なんかすごいあれやったわ、なんかアイドルみたいだったわ、うん、街の愛されキャラみたいになってたね決めプされてる時あるからな俺、うん、そうか、まあじゃあそんなかっちゃん、はい、1年間走り切ってきて、はい、そうだな、なんかこう最後ら辺でこのあとやりたいことの話は聞きたいんだけど、うん、なんかもうちょっと遡った前の話も聞いてみたいので、はいはいはい、そうやってイベントのオーガナイザーをしたりとかする前って音楽活動とかってどんな、なんかやってたりとかしてたりしたの？音楽活動は全くやってなかったですね。でなんかクラブとかにはそれこそあのほら高校生ぐらいの時にダンスホールレゲエ聴いてたみたいなこと言ってたけど、そういうダンスホールのイベントとかに、僕地元福岡ではあるんですけど南の方だから、なんかまあ電車乗って、まあ、専門学校ぐらいからかな、高校の最後の子ぐらいから親不孝に出始めて、うん、でまあそういうちょっと大きめのダンス、なんか県外ゲストと
かみたいなのをこう見に行ってたっていうのがスタートですかね、親不孝の、うん、親不孝のスタート自体はそうで、でも全く音楽活動っていうのはやってはなかったですね。そんな中で、なんで突然パーティーやることになったの？ね、そのなんかかっこいいからやりたいですってなって、なんか どういうアクションって言ったの？なんかやりたいですまではまあ意図して、やるぞから、から具体的にじゃあ箱を決めるってとか、うんうん、なんかその交渉しに行ってとか、いろいろあると思うんやけど。そう、まあ、高校とか専門学生の時とかに、うん、まあ、友達が、まあ、DJ とかやってて、うん、でなんかイベントやったりしてたんですよね。あ、はい、そういうの見てたから、なんかいつか自分でもやってみたいなっていう、なんかざっくりそんな感じだったかな。うん、なんかもうななあんまり覚えてないけどそんな感じでまあとりあえずやってみようかな、やってみたいなって思ってるタイミングで、ダークルームにそれこそ遊びに行くようになって、でその、まあ、さっきも話したんですけど店長のジャッキーさんがいて、うんうんうん、なんかやってみないみたいな、あ、お、じゃあやってみますかみたいなのが、実はスタートだったような気が、そんな感じだった気がしますね少年漫画みたいだ、少年漫画みたいそれがスタートだったと思います、確か。へえ。だからまあ最初は本当 DJ とかもやってなかったから、うん、まあなんか知り合いの DJ をこう集めて、うんうんうん、なんかこう遊びに行ってると、やっぱ俺結構ぐしゃぐしゃに酔っ払うの多分見てると思うからわかると思うんですけど、うん、同じくらいぐしゃぐしゃに酔っ払ってる DJ とすぐ仲良くなって、うん、でそういう人たちをこう呼んでやったりとかしてましたね。うん、で最初のメンバーは実は知ってるかもしれないけど、ヌーうんうんうん、ヌーがまだへん、まだヌーじゃない頃、あ、実はレギュラーだったんですよね。そうだったんだ。そうなんですよね。ヌーが、まあ、今なんミハイルだったかな、最初の名前は、うん、ミハイルって名前でやってた時に、世界観変わってねえなミハイルって名前でやってた時、まあまあしゅんちゃんもでもヌーもまだかなり若かったもんな、下手したら10年前とかやけん、うん、20歳になっとうかなってないとか、19とかだったかな、そう。でまあね、しゅんちゃんもこうずっとやってもらってたんですけど、うんうんうん、まあ、途中でこうまあ、なんて言ってるのかな、こう目指す方向が若干こうずれてきたみたいな、うんうんうん、からそのちょっとこう、まあ、しゅんちゃんは別の方に行って、で、僕はこうなんですかね、そのまんまやっていき、うんうんうん、で何年前ぐらいかな、ベースの木曜っていうイベントが、うん、ずっとやってたんですよね、しゅんちゃんたちは。DJ ヌーは、うんうん、プロビデンスさんだったりとか、はいはいはい、と一緒にやってたイベントがあって、はい、そのイベントが、中洲の何て箱か忘れちゃったんですけど、そこでやってて、うん、でその箱が潰れたタイミングで、うん、ダークルームでやりませんかみたいな、うん、でそこで再会するという結構熱い話があって、確かに、うん、でまあそこからね、まあレギュラーではないけどよく一緒に出てもらったり、うんうん、してるから。その流れ、RPG 系漫画でいうと強キャラよね。強キャラなんだ。一番初め一緒にやってて一回別れて、ああそうね、確かに。めちゃめちゃレベルアップして帰ってくるみたいな。自分より強いやつと初めて会ったみたいな。いやでもしゅんちゃんね、 DJ 超うまいからね、うまいね、本当に。うん。うん、技術がすごい、うんうん、俺やっぱね、全然もうその当時始めた時なんてもうミックスなんてよくわかんねえみたいな感じで始まってるから、うん、まあよくこうなんかね一緒にできるようになったなって思いながらすごいな、
かっちゃんはすごい感情で DJ するイメージあるんやけど、うん、そうだよね。なんかヌーはもう機械が友達すぎるやん、うん、全然違うタイプけど、うん、どっちもめちゃめちゃいいから、うんうんうん、なんかその人のカラーみたいなのがちゃんとしとっていいなと思ったりはする、うんうんうん、あいつ手に CDJ ついとうと思うよ。いやすごい本当に、うん、手 CDJ やと思う。ついてるついてる、うん、あれは CDJ すげえ上手いもん本当に、うん、あれはもう真似できないと思ってるもんね、うん、あれはもう、まあ、そんな感じですかね。なるほど。そのじゃあそこからさっきそのダークルームで働く前にブロックパーティー始めたってなってて、うんうん、でそれのパーティーやったことをきっかけみたいな感じでダグルームのスタッフになることになった感じ。そうですね。まあなんかパーティー始めて、でまあまあそれも結局チャッキーさんが誘ってくれたっていう感じでしたかね。まあまあそれも一個のきっかけだったのかもしれないけど、もしかしたらきっかけだったかもしれないけど、まあなんか。それで誘ってくれて、でじゃあ働きますという感じで。なるほどなるほど、うん、でもチャッキーさんからパーティーやらないって言われたら、まあねうん、正直にスタッフ誘われるから気をつけろそういうことになる気づいたらバックルーム行ったらヨウ君がバカで働きかねないかもしれないから、うん、いや俺的には働いてほしいけどねこの前冗談けどね、この前働こう木曜日暇になったらみたいな言われて、そう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 私も人間とか言って、ね、私も人間とかでもね、まあ、いいと思うけどねボディが持たないよ、ボディボディね。ね、すごいな。パーティーをやってクラブのスタッフもやってると結構大変だな。結構大変というか、まあそうっす ね一時期飲みすぎて、お体も今よりも全然 1.5 倍とか2倍ぐらいの時期があったから、マジか、痛風になってたんですよね。めっちゃダイエットしたって言ってたもんね。そうそう、まあ、ちょっと最近戻り気味だけど、うん、若いうちにね、太っちゃうとね、うん、大変って聞くしね聞いてるかスカイ、うん、お前も予備軍だからな絶対に予備軍だから。クラブとお酒あるとちょっとそれ系の話は尽きないというかね。まあまあそうですね、うん、まあそれにプラスで本当毎日ほぼ週6とか7で元祖に行ってたんで、うん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 、毎日元祖食ってたらやっぱ良くないですね、うん、いやもうそれはね、うん、もう人間じゃなくなると思う、うん、ほぼ豚みたいな、まあ、あの時期豚だったかな豚かクマかみたいな、ああクマって言われてたかな、なんかクマみたいって、ね、クマ、はいはいはい、うん、クマみたいって言われてたですねじゃあここでやっぱり視聴者のために元祖を説明すると、これは長浜屋という長浜屋、まあ、長浜屋という長浜ラーメン、うん、長浜ラーメン、うん、そうそう、元祖なラーメン長浜屋、はい、という豚骨ラーメンの老舗がはい、ありましてね、ヘッツの聖地ですね、はい、聖地24時間営業、いつでも行っても安定してラーメンが食える。そう、はい、あれからいろんな試行錯誤を経て美味しいラーメンとか、はい、ちょっとヘルシーなラーメンとか、うん、いろんな種類のラーメンが出たのにもかかわらず、うん、人々は長浜に行き続けるという謎現象が長浜には方にはそういうのはあ、ね、あれはもう文化を汚食してますからねうん、うん、文化、あれは確かに、うん、おしゃれなもん食べに行って、うん、フラットに戻すために行ってるやつとかいそうよね。いや、いると思う、うん、ニュートラルなのか、まあザ・スタンダードになるじゃないですかね、うんうん、それを収録とか言ってましたね、うんうん、で麺の多さが福岡で一番多いらしいんですよ、元祖ラーメンなら。あ、なるほど。超調子よくないと俺一杯食い切らんもんね
相当調子良かったらくれる。なんならね、昨日も2人で行ってますからね。2人とも行ってますね。行ってますからね。ね、ぜひ視聴者の方も行ってほしいですね。行ってみてください。行ってほしいです。はい。おやふこで飲んだ後、飲んだ後ね、うん、飲んだ後が一番美味しい。で、食わせたいやつをインスタでタグ付けして、ああ、それが、そまだそうです。呼び出すという。ヘグってヘグってさせていただいて、はい。そうやって夜な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 じゃないか、もう朝だね、それはね。みんなで戯れているという、はいはい。はい、質問する感じ。質問しようと思って顔を上げたらすごい2人見てこっち見てたからバーってこっち見てるって思っちゃった。そうだな、なんかもうちょっとこうかっちゃんの好きな音楽とかの話とか聞きたいから、うん、あ、好きな音楽、うん、そうそう、なんか昔めっちゃ好きだったアーティストから最近ハマってるアーティストまでいろいろおすすめが聞いてみたい。一番あのもう自分のほら好みとかが変わっていく中でも不動のこの人だけはもう絶対ずっと好きっていうアーティストとかっている？ね、難しいな。そう、そんなの一人じゃ決められないかもしれない。決められないけど、まあでもさっき言ったやっぱロウ・スミスは、まあもう永久もう自分の先生だと思ってますね。あれじゃない、シチュエーションで聞いてみたら、例えばこのまあいろいろ普通に生きてると、はいはい、なかなか四つ打ちとか、うんうん、あのベースミュージックって、うんうん、こう、まあ、出会ったとしても通り過ぎていくというか、まあ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 、感じになると思うんやけど、そこで、そうね、あの目覚めみたいなのがあるわけ。その目、まあ、例えばそう40代とかでさ、はいはい、トランスとかやってる人って、はいはい、なんか目覚めがね、大体半数ぐらいの人が TK だったりする、ね、ああなるほどなるほど、みたいな感じで、うん、目覚め的な、あ、目覚め的なので言うと中学生の時に見たファイヤーボールですかね。あ、目覚めとるわ。ファイヤーボールかな。目覚めとるわ、それは。そう、ファイヤーボール聞いて、なんだこれは。からがやっぱそのダンスホールレゲエ、まあジャパレゲエ、まあいわゆるジャパレゲエからスタートしたんですけど、がスタートかな。なるほどな。その辺めちゃめちゃ疎いんよな。俺まあ、ジャパレゲね、すごい全盛期だったし、うん、めっちゃね、あの横浜レゲエ祭ってイベントとかもね、うん、あの横浜スタジアムパンパンにしてたりする時期、2006年とかかな、確か2006年とかもパンパンにしてたりしたし、なんかそういう時期になんかファイヤーボールだったりとか、そういうジャパレゲのアーティストをよく聞いてて、うん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 、その後ジャマイカのダンスホールとか、うん、割とそこは順当っぽい感じがするね。そうですね、うん、なんかさ、あの、うん、そのレゲエのさ、その、はいはい、流行ってましたっていうのはもちろん俺も知っていて、うんうんうん、同じようにあのヒップホップもすごい流行ってた。流行ってた、流行ってた、うん、あの昔リップとかケツメを聴いていたミンが、ああの、もっと重い音が欲しくなって、あのニトロマイクロフォンアンダーグラウンドとか、そうそうそうとかミスター OG とか、 あの辺に行き出すみたいなのが、なんか両軸あって、あったあった、なんかあんまりここ行き来してる人いなくなかった、うん、レゲエとヒップホップ行き来してる人あんまりいなかったイメージ。ちゃんとどっちかに行ったらそのままそのままなんかまっすぐ行くイメージ、ずぐずぐハマっていく。あ、でも、まあ、でもヒップホップも聞きはしてましたけどね。皆さんそうおっしゃいますって感じ、あの、まあ、聞きはしてたけどみたいな、うん、まあ、ヒップホップ側にはがっつりこう行きはしなかったって感じですかね。まあそのダンスホールレゲエ軸、うん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 、で結局スタートして、で結構あのサウンドシステムってさっきも言ったけど、うん、そのサウンドシステムってそのでっかい音からのスピーカーからボン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 ベースをすごい音量のやつを出す、それにすごい感銘を受けたから結局それのこう派生をずっと追っかけてるって感じなんですよね。自分は
自分の音楽遍歴を言うと、結局そのベースミュージックって呼ばれるものって なんかざっくりしてるから何かって言われると、結局そのサウンドシステムから音楽、その出す音楽っていうか、それが一番入るための音楽みたいな感じで捉えてもらったらいいですかね。それをただひたすらこうなんか追っかけてったら、なんか今みたいな感じになってるって感じですね。なるほどね。そうそう、なんか結構俺と音楽の捉え方が違って面白い気がする。なんか音楽は世界を作るもんみたいな感じだっけさ、なんか空気と同じ感じなんよね、感覚で言うと。ああ、なるほど。うん、ちゃんとこの音の粒じゃないけど、音を見た感じと、はいはいはい、ほわほわって人を感じる、はいはいはい、なんか結構違う感じやっていいな。うん、それは DJ の感じ全く違うわな。まあそうね。DJ の感じは違うね、確かに。巨大スピーカーのめちゃめちゃでかい音をこう肌で感じるというか、フィジカルで音楽を感じてる感じがする。なんか結局こうやっぱでかい音で聞いて、まあ現場至上主義みたいな言い方すると嫌だけど、うん、現場でやっぱり、まあ、うん、現場で聞いてこそ分かる音楽っていうのがやっぱり好きかなっていう、うん、まあもちろんミックス CD だったりとか、まあ YouTube だったりとか、今どこにでもね音源はあるけど、やっぱりこう肌で感じてこそ、やっぱ俺は好きな音楽というか、まあクラブミュージックって言ってもいいんじゃないかなって思ってますね。そこからまあいろんなこう遍歴を経て、うんうん、まあベースミュージックとか、今は多分ドラムがメインと思うけど、うんうん、やっていくわけですが、うんうん、その遍歴を遍歴を、はい、ストーリーを、はい、いいちょっとお話しいただけると面白い。片鱗、そうですね。どこから話したらいいかな。やっぱファイアボールから。ファイアボールから。もうスタートから。ファイアボールで、まあそういうダンスホールレゲエにハマり、で結局そのなんか、まあジャマイカのレゲエだったりとか、うん、なんかこう土臭いものがすごい好きになったりしてたんですよね。で、そのなんか。ボブ・マーリーとか、うん、ね、うん、まあ分かりやすく言うと、うん、そこあたりの年代の人たちのやつを聞きながら、なんか、60年代のロックとか、あのウッドストックって分かります？分かります、うん、ウッドストック、あの伝説のヒッピーのね、うん、祭典みたいな、ああいうのに出てたようなアーティストとかがすごい好きになってる時期があって、うん、だからなんか自分の中でロックって60年代のやつがすごい好きなんですよね。でなんか、まあ、まあそこからは実は、2、3年クラブとか音楽あんまり聴いてない時期があるんですよ。ブランク的な。そう、うん、なんかわかんないけど、そんなになんかこう、うん、まあ、結構好きだったけど、なんか急に離れちゃった時期が実はあって、でもまあなんか音楽好きだったから、まあまあ聴いてないとは言え、なんとなくこうなんか踊れるロックみたいなのが流行ってたから、うん、だからそういうのはなんとなくこう耳にはしてて、うん、で何がきっかけだったかな、僕あのアパレルで働いてた時期があったんですけど、その時期に、その店長というか、まあ先輩からクラブ行くぞみたいな強引に連れて行かれちょうどねそれが EDM 前夜みたいな、はい、EDM がちょうど出る寸前みたいな、なんかエレクトロハウスとかがすごい流行ってる時期 でなんかそこぐらいから、あエレクトロハウス面白いじゃんみたいな、ダンスミュージック面白いじゃんってなって、うん、でそこでなんかスティーブ・アオキとか、うんうんうん、なんかすごい聞いてて、うん、でスティーブ・アオキとかあの福岡に来たことあるんですけど、うん、そことかもう最前列でギャー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 ってちゃんと若者やってる、うん、俺20何歳かな、なんか3、2、3ぐらいかな、2、3ぐらいの時にギャー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 言ってて、で、そのまんまそういう、まあ、エレクトロハウスだったりとか、まあ、EDM みたいなのもちょっとかじりつつ、でもなんかこうやっぱり
レゲエ好きだなみたいな、うーんので、なんかレゲエの現場とかにもちょいちょい足を運んでて、でダークルームにそのね、まあ遊びに行くようになってから、そのまま23ぐらい、ちょうど23ぐらいの年に僕はダークルームに入ってるんですけど、うん、23ぐらいの時に、そのロブスミスを見て、うん、でもそっから、あ、すごいベースミュージックって超面白いっていうのが実目覚めで、で、まあ、ちょうどそのダンスミュージックを聴いてたから、まあそのなんていうのかな、ダンスミュージックに対する偏見っていうのが全然なかったから、うん、なんかこうスッとやっぱ入ってきて、うん、よりなんかこうディープで深いものみたいなのが好きになっていくみたいな、うん、でもやっぱりこう心の中ではレゲエ最高と思ってるから、うん、なんかでもそういうのがこうなんていうかな、混ざったようなものってないのかなってずっと思ってたんですよ、うん、レゲエとそのダンスミュージックみたいな、うん、そしたら、ちょうどダークルームで、ジャングルっていうものに出会うんですよな、そこで。そう、なるほど、まあジャングルというか、まあ、正確にはラガジャングルに出会うんですよね、うん、ラガジャングルに出会い、もうそこからもう自分のまあなんか言ったら音楽人生のスタートと言ってもいいのかな、うん、自分で自分のことでジャングリストって、ジャングルの DJ のことをジャングリストって言うんですけど、うん、俺もジャングリストだと今でもずっと思ってるし、うん、まあ、なんかそのそこからジャングルを聴きで、そのロブ・スミスって人がブリストルっていうイギリスの町の出身の人なんですけど、そのブリストル自体がすごい音楽が盛んな街で、例えばマッシブアタックだったりとか、フォーティスヘッドだったりとか、まあ今で言ったら、カーン&ニークって人たちだったりとか、すごい有名なアーティストがいっぱい出てるんですよね、うん、でそういうのにもすごいこうだんだんこうハマっていき、ブリストルミュージック最高みたいな感じになってて、でそのさっき言ったカーンっていう人がちょうどダークルームに来たことがあって、そこから、まあ、ダブステップへのこう目覚めみたいなのがこうあって、で、そうだな、そこでジャングルだったりドラムンベース、まあドラムンベースはロニサイズで、これもブリストルのアーティストなんですけど、ロニサイズって人にすごい感銘を受けて、始めてみたいな、まあ、自分の中でのこう軸としては結局やっぱその初期衝動とまんまずっとやってるみたいな、なんかジャングル、ドラムベース、ダブステップが軸にしながら、そこをちょっとずつこう派生させてってるんですけど、なんかそこあたりからは実はこうあんまり動きというか、うん、DJ を始めて3年目4年目ぐらいからはそこまでこう動きはないのかな、自分の中では。うん、いいな。わ、なんか分かりやすい、分かりづらい説明しちゃったかなと思いながら。ちゃんとこうなんかあんまり飛んでないというか、うん、1万飛んで50円みたいな感じじゃなくて、ちゃんと1、2、3、4、5みたいな感じで進んどう感じがするね。まあうん、なんか好きなものの軸がぶれずに、うん、あでもそうかもしれないですね、そのままずっといってる、うんうんうん、なんかなんとなくこう音楽から離れてた期間も今にちゃんとつながってて、なんかつながってるっていう、まあまあ後付けなのかもしれないが、けどつながっていくんだなと思って、まあまあでも離れてたからこそもしかしたらね今があるのかもしれないなっていうのは、うん、これは持論なんやけど、うん、DJ で一回離れた期間がある人はジジイまで DJ します。でもその時俺 DJ やってないから。DJ はやってないからね。確かにやってはいないけど。結局好きだよねっていう、うんうん、ところにはなったんですよね、うん、確かにね、なるほどな、
ある？そうね。J-POP とかって聞いてた？J-POP？ J-POP とかなんかほらあの例えば私だったら、うん、テクノめちゃめちゃ好きだったけど、うんうん、やっぱその傍らなんか ビジュアル系好きだし、あジャパメタ大好きだし、なんかちゃんとジャニーズ微妙にこう薄く聞いてる時期もあるし、うん、なんかこう自分のなんか本業みたいな好きなジャンルがありながらちょこちょ こう J-POP 聞いたりとか、なんかいろんなジャンルを聞いたりとかしてたんだけど、まあそうやって一本筋の通った、ね、自分の好きなものを貫いてる人って、うん、他にどんなの聞いてるんだろうなみたいな。J-POP でも一番持ってた CD はケミストリーだったかも。あケミストリーちょっと意外かもしれないけど、ケミストリーが一番持ってたかな。あのクラブ音楽への目覚めはファイヤー、うん、ファイヤーボールだとして、うん、音楽がその辺で流れてるものから聞くものになった目覚めは？聞くものになった目覚め、なんかふわっとしてるからなんかそこあたりあんまり覚えてないけど、でもケミストリーだったりとか、でも初めて買った CD は福山雅治の虹でしたね。あいいねいいねいいね。まあまあなんかねメディアとこう混合してるけど、うんうんうん、結局なんかやっぱ中学生だったり小学生ぐらいってドラマだったりとかってすごい、うん、ねね影響を受けるじゃないですか。ちょうどウォーターボーイズあってて、それの主題歌が福山雅治の虹で、で初めてこう自分でお小遣いで CD 買ったのはそれだったかな確か、うん、それはでも今でも鮮明に覚えてますね、うん、初めて買った CD ってこの話めっちゃ盛り上がれるよねいつしてもいいよ、ね、いつしてもいい確かに。僕は初めて買った CD 何？クラキワイのラブデイアフタートゥモロー。あクラキワイか、なるほどな。何アベラス？私なんだろう、広末涼子の大好き。おー広末涼子、うん、キャラクター出てるな。出てるね。微妙にちゃんと好きなものを守ってる感じがする。怖えもうね、うん、でもなんか虹か、虹か入ってる、いい曲だよな。でもなんかそのちゃんとそれ、まあいろんな人とそういう話をしてきたけど、うん、いろんな DJ さんと、うんうん、初めて買った CD の話してきたけど、なんかちゃんと今の DJ スタイルとかに繋がってるのかってない？繋がってる？虹が？まあでもそうかな。うん、やっぱこう空間系の音じゃないよね、ちゃんと。まあうん、ライブとかで入りそうな感じじゃない？あんま知らんけど、うん、適当に言おうけど、うん、まあでもなんだろう、気持ち系かもしれないね。あ確かに気持ち系、歌詞ちゃんと聞く人が買う曲かも、うん、そう、そうだね、それは、うん、まあでも今ね、曲もうボーカルが入ってる曲をほとんど書けないって状態になってるんで、そうね、うん、あ最初は結構聴いてたけど、うん、だんだんもう聴かなくなっちゃったっていう。本当やね、全然書けないね、うん、まあ、でもそれで言うとその親がずっとオーケストラ聴いてたんですよね。オーケストラ聴いてたから、なんかコロナ期間ぐらいの時に、なんか自分の、なんだろうな、ルーツってなんだろうな、みたいなのをこう考えた時に、そういうちっちゃい頃かかってたオーケストラとかっていうのが、まあ、その自分の、こう、なんていうのかな、自分が、こう動いてきたものとは別の、その、なんていうのかな、与えられてきたものみたいな、うん、勝手にこう、なんか入ってきたものって考えたときに、ああいうものが実は、なんか、本物のルーツではあったのかなっていう気はしますね。っていうのが、なんか、最近、コロナ期間中ぐらいになんかこうね、人とも会わず、会えない時期があったから、なんかこう自分とこう、うん、精神の時の部と精神の時の部屋的な感じでなんか感じたことなのかな、うん、なるほどな。
だからなんかそこから本当にインストものがすごい増えてったっていうか。確かに歌詞入ってない曲をお家で聴く体験って、確かにある家とない家があるのか。ああ、かもしれないですね。これうち健在、うちは健在じゃない、混在、違う、共存してる家、うん、あ、どっちも、うん、東京は流れるし、RB は流れるしみたいな感じ、うん、うち吉行くぞとか、テレサテンとかサザンオールスターズでもなんかいいの、そうだから、うん、そうそう、でもまあ確かにそれ聞いてると、まず歌詞入ってない曲この世にあるみたいなのから始まって、まあ確かに、そうそう、歌ないの結構いいや、いいなみたいなところから入ってくるな、うん、なんか歌入ってない曲聴くと眠くなるみたいな人いるもんね。あ、いますね、うん、トランスでもって思ったりするんやけど、俺はすごいなんか覚醒しちゃうけどな、どんどんこうなんかテンション上がってっちゃう聞けば聞くほど楽器とかやってたりとかした？あ、は全くですね。うん。なんかギター触らせてもらったことあるけど、無理みたいな指動かないみたいな突然動いたらすごい、ね、振動よね、それは。いや全くね、あのだから楽器も分かんないし、まあ、本当ね、あの DTM とかもやんないから、曲作りとかもやんないから、自分では曲は作んないし、本当なんかまあ DJ が唯一、うん、まあなんかなんていうのかな、表現としてできるものなのかなと思いながら自分でですね、うん、表現として DJ してるね、してるね、なんかそのイメージあるな、してる、うん、してるしてる、うん、それは超感じる結構感情的バイブスみたいなところで DJ やるタイプではあるからですね、あんまりなんか自分のこと DJ だと思ってないですもんね。だから何だと思ってんの？ん？何だと、うん、なんかあんまりよくわかんないものそんなの言われたらこれ聞いてしまう、ね、まあ確かにねよくわかんないけど、なんだろうね、まあ DJ だけどあんまり DJ と思ってなくて、なんか、うん、何か伝えれたらなみたいなぐらいの、あ、なんか好きを伝えたいみたいなところに結局あるかな、うん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 、曲最高だからみんな聴いてほしいなみたいな、本当はね、もうちょっと例えば技術だったりとかがあった方がいいけど、まあ、なんか、かけたい曲があるか、そう、かけたい曲みんな聴いてくれたらなって思って、ちゃんとかっちゃんがやるパーティーはテーマ的なものがしっかりしとるもんね。あ、まあでも確かにそうですね、うん、何かをこう縛ってというか、こういう、まあ陽君が出てもらってるナイトホールもそうだけど、うん、ドラムベースとかジャングルとか、まあ今までやってきたイベントもグライムオンリーだったりとか、ジャングルオンリーだったりとか、ドラムベースオンリーだったりとか、まあそのブロックパーティーもベースミュージックが軸ではあるけれども、うん、何かのジャンルが一個ちょっとこう軸になりながら毎月やってるって感じだから、うん、例えばまあ、今月だったらダブだったりとか、うん、でその前の月はハウスだったりとか、うん、まあ、ドラムベースが軸になる時もあるし、うん、まあ、それこそトライバルだったりとかテクノっぽいね、ジャンルが軸になったりとかしながら、まあ、いろんなものを軸にしながら、まあ、いいものはいいよねっていうのを伝えれたらなと思いながらパーティーをやってますね。素敵だな。ブロックパーティーって DJ でレギュラーの人いる？うん、ブロックパーティーの編成がすごい特殊なんですよね。すごい特殊で、DJ が、2人、うん、一応2人、うん、で、1人は幽霊部員がいて、まあ、一応3人いるんだけど、うんうんうん、
3人いるんだけど1人幽霊部員みたいな、うん、でまあ1人東京に行っちゃってるやつがいるから、うん、まあ実質2人でずっと回してて、うんうんうん、でライブペインターが、もう幽霊部員だったりとか、幽霊部員多いんですよね。あ、自分でもあれやね。そう、うん、まあ、幽霊部員というか、まあ、県外に行っちゃってる人間が何人かいるから、まあ、実質、まあ、抜けてない人を入れると、4人か、4人。ライブペインター4人。ライブペインター4人で、そのうち1人が大分行って、ちょっと今度東京に行っちゃうやついるから2人、うんうん、で、スナップが2人、うんうんうん、まあ2人いるんかって話だけどもねまあでもなんかこう2人の色が出る、なんか写真にやっぱこう個性出るからすごく面白くて、うん、あと MC が1人、うん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 、だからね、かなり珍しい編成のなんかこう、うん、なんかこう、なんていうのかな、変幻自在にできた方がいいよねって思ってるから、うん、なんか自分もそのこれだけをやるっていうことが多分すごいなんか苦手ではあるんですよね、これしかやんないっていうのが、うん、だからこう別のもの要素をちょっとずつこう取り入れながらやっていくためにはなんか少なくしていろんな人をこう呼んでやるのが一番面白いんじゃないかなって思って、うん、で逆にそのなんていうのかな、まあ視覚で楽しめる、ね、うん、あのライブペイントだったりとか、まあ後でも、ね、見返せるようなスナップだったりとか、うんうんうん、やっぱね後でスナップ、うん、ね、あの覚えてないし酔っ払ったし、そう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 、なんか写真で残るとまた、いやそうなんですよ、ね、なんかいいもんね、あ、この時こうだったよねみたいな、うん、あの時ああいう話したよなみたいなのが、まあ、なんかフラッシュバックできる瞬間がやっぱあるっていうか、うんうん、ね、なんかこうやっぱパーティー自分の記憶の中にしか残んないもんだけど本当は、うん、でもやっぱそうやってスナップとかがあることによってなんかふと思い出せるっていうのはなんか自分の中でも、ね、酒飲みすぎて記憶がないくて、うん、何回も悲しい思いしたからスナップちょっと入れたいなと思って、うん、そうそう、うん、で入れたのがスタートって感じですかね。なるほどな、いろいろ結構その軸ブロックパーティーのベースミュージックをベースっていうのがありつつも、結構本当にいろんなテクノ会とか、うんうん、俺が話してもらったハウス会とか、うん、なんかいろいろダブとかいろいろやってるから、うんうん、なんかレギュラー DJ 行ったらめっちゃ大変そうやなと思ったよね。ああそうですね、うん、現なんかレギュラーオールって聞いたよね。ああなるほどなるほど、うん、確かにそうやってこうちゃんと、ま、かっちゃんはこうジャンルっていうよりはなんかカルチャーをまあ、もっとイメージがあるから、うん、そのカルチャーの中でその人呼ぶみたいな感じなのかな。そうですね、うん、なんかお客さんの実体なんだろう、音楽のジャンルに合わせてまとめるコンテンツを作ってるというよりは、うん、なんだろう、まあ思ったのはアートの展示会とかのアートディレクションをやっている、うん、一個の展示を作ってるみたいな、そうそう、なんかそういうことなんだろうなと思って分かりにくい話を分かりにくい例えでそういう風に理解してああなるほどねって、まあ、なんか勝手に俺はなんか分かったけど勝手になるほどねって思えたそう、まあ、まあでも確かにね、まあでもパーティー作るって、ね、そういうディレクションかなり近いと思うから、うんうん、そう、逃げてたからパーティーやるとかいやいや、あれ最高だったじゃないですか。あの、ナルデックスの周年は、ね、その何パーティーやってるっていうよりは、うん、その友達と仲良くしてる証拠というか、ナルデックスの1年の通信簿的な意味でのパーティーをやっていて、はいはい、で、来週31日にやらせてもらうやつは多分ちゃんとパーティーのオーガナイズするの初で、俺そうなんすね、あ、そう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 、初めてでなんかいろいろ考え
で、なんていうのかな、やりたいこととか、なんかそういうのを、こういうパーティーしたいなとか、思ったことも実は今までなくて、自分までさせてもらう側やけん、なんか自分で作る感じじゃないな、みたいな感じで、なんか思っとったから、なんかやっと、ちゃんと自分がやりたいですっていうか、なんかなるほど、そうそう、そうなったのは初めて、だからちょっと緊張しつつ楽しみみたいな。いや、でもそんなパーティーをね、ダークルームでやってもらえるから。いや、そうだね。うん。一番気が休まるとこでね。それでさ、なんか全然知らん会場でやったらさ、もうなんかもう緊張で狂ってしまうもん。確かにそうですよね。うん、そう、今までもその、まあ、ラウンド X でパーティーやった方がいいよねとかはあってもちろん。うんうんうん、で、まあ、ファブラス話したりとかして、うんうん、まあ、こんなんやりたいよね、あんなんやりたいよねとかは言うけど、うん、基本オーガナイズは全部任せて、全部やってもらってて、俺は DJ やけん、オーガナイザーじゃないからみたいな謎理論で、うん、まあだから今回細かいディティールとか、うん、こんな人を呼んでここでこうしたいとか、うんうん、なんかそこまである日熱弁していたから、あ、すごい珍しいこと言ってるなと思って強い意志を感じた、やるっていう、結構それは、うん、ナイトフォールとかもそうやし、ナメレスとかもそうやし、うんうんうん、セレクターとかもそうけど、うん、なんかあんまり自分が普段 DJ しないところに遊びに行ったりとか、うん、まあ、それで呼んでもらったりするから結局 DJ することになるんやけど、うんうん、まあ、遊びに行ったりとかして友達増えて、なんか界隈、いろんな界隈に顔が出せるようになったから出てきたなと思うけどね、うんうんうん、ああ、なるほどですね、うんうん、いろんな人たちと出会ったからこそ、あ、そう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 、うん、なんかみんなが集まるといいなみたいな、うん、うん、お客さん全員友達みたいな感じを目指したいなすげえアットホームでいいな、うん、っていう感じでやってますね。これ話してよかったんですか、今の。何すか、ん、今の堀…ん、あ、ウルンタルハウス、うん、あの、もう先週、あの、あれしとる、あ、もう話してますね、そうそうそう、あ、そうこっちしとけん、大丈夫話よかったのかな、とか思いながら全然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 もう来週ですからね、で、告知ですよね、告知、告知してなかったらもうやばい、あ、そうっすよね、来週じゃないよ、今週末、うん、そうね、そうね、ホリゾンタルハウス、ね、うん、ダークルームでやるんで、はい、あと最後にも詳しく説明しますが、いや、もう、はい、光栄ですよ、ダークルームでやってもらえるの、本当にいや、楽しみですね、うん、楽しみですね、なんかそう、しっかり僕も立ってますんで、出てほしい DJ 多いんだよな、ホリゾンタルハウスあ、そう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 、うん、なんかこう、なんか最近クラブやっぱ人減っとうなと思うんやけど、うんうん、なんかこの来るクラブに行きたいなって自分が思う時って、うんうん、まあ本当に好きな DJ、うん、あ、まあ、俺だったら慎吾中村とか、うんうん、なんか本当に好きな DJ が出とったらもちろん行くけど、うんうん、友達一人が出とうというよりは何人か友達いるから行こうとか、まあまあまあ、このコミュニティ行きたいから行こうみたいな方が多いと思うから、そういうのを目指そうとしてて、うんうん、かっちゃんのパーティーは結構それがしっかりしとるからイメージがあるから、そう、あんま、あ、主にないところかな、ないところ主にないところ出てみてめっちゃ思った、まあね、あ、ナイトホールはね、まあ、うん、なんか謎の傑作力感がすごいもんな、すごい、なんかそれは最近やけんさ、そのレギュラーにならせてもらったのがね、うん、最近やけん、なんかそんなに知らんやろって自分で思いながらめっちゃ思う、まあ、あのナイトホールは今はあのテーマを決めずにやってたんですけど、今はテーマを決めずにやってるんですけど、うん、その前はそのなんかアーティスト縛りじゃないけど、うん、そのアーティストを毎月テーマにしてフューチャーしてみたいな、そう、フューチャーして、でその周りのそのドラムベースでいろんなサブジャンルがたくさんあるから、うん、そのサブジャンルの中の1個をこうテーマにして、でそれを毎月やってたんですよね、うん、毎月やってて、でそれを、くぐり抜けてきた、うん、今のメンバーだからこそ多分ずっとなんかドラムベース専門ノックみたいなことやってたからなるほど、そうそう、でまあ、なんか心構えが違うのだすげえな、
で、まあ、リュウちゃんだったりとかコウジさんだったりノグは、うん、まあ、その千本ノックを受けてきたから、うん、あのこうやっぱね、あの結束力というか、あの時のまあいい意味での苦しみというかも知ってるはずなんで、僕自身もやっぱりそういうのやってね、なんかあこういうのやっぱいいよねみたいなの改めての気づきもあったりしたから、そんなパーティーにさまざまなジャンルを反復横跳びしている俺が入ってくるのすごいね。いや、ヨウ君はね、なんかわかんないけどこの人はできるって思ったんですよね。そう、これは絶対言っとかないかんと思うんやけど、うん、ブラッククロウができたのはかっちゃんのおかげ。どっちだろうね。どっちかわからんね。まあ、厳密に言うとかっちゃんとコウジのせい。あ、じゃあおかげ。俺が呪文のようにドラムベースやろうドラムベースやろうって言ってたからね、出てほしいんですよね。やりましょうよみたいな。そこであのその話をしてる時に、うん、あのいつも泥酔して適当なことしか言わない浩二が、うん、あのフラッてきて「いいやん、オリジナルとか作ってかけてるいいやん」とか言い出すから。似てる。ちょっと似てる。あ、そういう流れがあったんだ。俺それ知らなかったな。おったよ。あ、おったっけ。おったおった。じゃあもう酔っ払ってんね。そうそう、やるかとか言って、うん、初めは始まったから、いや今となってはねめちゃめちゃ楽しいから ね、うん、だからね、まあ初めは相当プレッシャーよね。まあそうね、それそうですよね、うん、ドラムみたいな感じから始まるしね。いやでも1曲目のね、あの曲からねすごい出来だったからね。いや、ありがとうございます。すごい曲ができてるなと思ってる。なんかいつだったかな、いつか聞いた DJ をヘルツか、ヘルツで、あー、うん、ちゃんが帰れなくなっちゃう。そうそう、帰れなくなっちゃう。そんな日あったな。そう、あのね、結構酔っ払って行って、うん、で、なんか次の日なんか東京だったかな、東京かどっか行くか、なんか自分のパーティーかどっちかもしてたけど、うんうん、で、早く帰んなきゃってずっと言いながら、言いながら、僕の DJ いいなみたいな。すごい座りながらずっと聞いてたもんね。ぐるぐるになりながらもう頭も上げられないみたいな。なんかその時になんか、あ、この人多分ドラムベースやったらすごい面白そうだなって思ったのが結構きっかけの一つではあるんですよね。うん、なんかこの人のそのなんか、なんていうのかな、用節みたいな、五線律ね、綺麗なメロディーラインだったりとか、こういうのをドラムベースに昇華させてみたら面白いものができるんじゃないかなってなんとなく思ってて、でこれ視聴者の人に一つだけ言っておきたいのは、うん、それが例えばね、俺がベースミュージック系、うん、ベースラインとか、うん、UKG とか、うんうん、UKG はちょっとあれかもしれないけどとか、なんかそういうドラムにつながるレゲエとかさ、なんかつながるものをやっていたらすごくわかりやすいんやけど、うん、多分その時やっとったのテックハウスとかプログレとかだよ。そっからそれにつなげてくる、この人本当にやばい。いや、本当に今ちょうどそのことを考えて、あの別にその時のヨウ君はドラムの DJ をしてなかったよねって思って、そう、やってなかった、うん、すごいすごいな、それはね、あの伝えておきたい。ね、脳内お菓子を担当アピールしておきたい。おかしいのかな。いや、まあありがたいよね。うん、多分ドラムをちゃんとやってなかったら、うんうん、それこそそのベースライン系とかもやってないと思うし、うんうん、ブレイクスもやってないと思うし、あ、今の今のね、うんうん、で UKG とか作ることもなかったと思うし。うん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 、それこそね、ホリゾンタルハウスなんかやってなかったかもしれないしね。そうね、そう思う。結構今のきっかけに、うん、すごい大きいきっかけ、うん、あとは多分ドラムに行ってから作ったプログレハウスが、うんうん、なぜかちゃんと理由があるんだろうけど、聴いてる側としてはなんか雰囲気が変わったっすよね。だからなんか、なんだろう、まあ音買ったりとか、うん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 、いろんなものを作ったことによって何かが反映されてるんだろうなと思いつつも、うんうんうん、なんか
久々にプログレ作ったって言ってボーンって送られてきて聞いた時にふわーみたいなどうしたすごーみたいな、良くなってる、ね、何がどうとかわかんないけどなんか変わったしすごーみたいになって、その時は多分ドラム行ってブラックフローで買ってなんかちょっと曲作りをしてる期間みたいなのがあったから、うんうんうん、あその期間があるとこの人は何かが変わったのだと思って、うん、ルールとかマナーとかを結構無視できるようになったね、曲作りで言うと。あ、なるほどね。もうちょっとなんか縛られてた気がする、ハウスはこうとか、プログレってこうみたいなやつ、まあ、好きやけどさ、ね、うんうん、なんかこういうプログレって俺好きよねみたいなのがやっぱあるやん、うんうんうん、でプログレってこういうものよねもあるよね、うんうんうん、でそれの中で生きておけやさ、うんうん、まあ、それは違うものが入ってくると、あ実はこうじゃないかもしれんみたいになってくるやん、うんうん、そうね、確かにそういうのが効いとんやないかな。ドラムベースって結構こう概念に近いから、もちろんそのルールはあるけれども、うん、そのね、あのドラムベースという概念に近いもの、まあいろんな要素があるジャンルだからこそすごい概念に近いっていうか、うん、ジャズの要素だったりとかヒップホップだったりレゲエだったりとかテクノだったり、そうだしブレイクビーツもそうだけど、なんかそういういろんなものが入ってきてからの概念っぽいものだからっていうのももしかしたらあるかもしれないなって今聞きながら思いましたね。意外と 今ね、うん、ドラム結構作ったり、うんうん、ドラムのパーティー出てから思うのは、うん、多分ドラムベースあの送ったやつ1曲目って言っとるけど、うんうん、あのうちのアーティストのゆずちゃんっていう子のデビュー曲がゲーミングギャラクシーっていうんやけど、あれちょっと多分ねドラム入ってるっぽい、なんかリズムがドラムなわけでもないし、うんうん、今日4つ打ちなんやけど、うんうんうん、なんかね多分ドラムの要素入ってる。なるほどなるほど、うん、ガチャガチャ系ドラムとアニソン、最近よくあるアニソンのドラムみたいなやつがあるなんかみたいなところからちょっとずつ引っ張ってきてるというか、勝手に無意識に拾ってる気がするから、なんか意外とそのいきなりドラムをバーンって作ったわけじゃなくて、そういう布石があったなって今は思うんですよね。面白い。意外とねゆずちゃんの曲を作ったのは良かったかもしれない。なるほどな、そういう意味で。なるほどな、とか思ったりはしたね。ちょっと後で聞かせるね、うん、あ聞きます聞きます、うんうん、聞かせてほしい。面白い。あと人ネタぐらい。あとそうね、人質問ぐらいかな本編は。なんかパーティー、そうね、DJ としてまたパーティーオーガナイザーとして、はい、なんか今後今やってることと、まあ、今パーティー何個もやっていて、うんうんうん、駆け抜けてきて今後やってみたいこととか、なんかなんだろう、新しいパーティーとかでもいいし、あなんか、まあ、まだやらせるみたいな。また今あのね、あの米国だった、今言ったことが、まあ、米国だった、まあまあたら、うん、まあ昨日ね、あのそれこそ来てもらったけどサウンドシステムをやっぱり入れて、うん、やっぱ音出すのってすごい楽しいなって昨日やっぱ改めて思ったんですよね。うん、やっぱまあサウンドシステムを入れてこう、まあやっぱり改めてこうベースミュージックってもののサウンドシステムで聞く良さみたいなのを広めるパーティーを、まあブロックパーティーでもいいし、まあ新しくね始めるでもいいし、なんかそういうことをちょっとやりたいなって、昨日やっぱ DJ やってもそうだし人の DJ 聞いてもやっぱ思いましたね。うーん、うん、それはなんかやりたいな。でなんかパーティー以外で言うと、うん、これねもう何年もずっと言ってるんですけど、あのレーベル作りたいなって思ってるんですよね。ブロックパーティーレーベルみたいなのをなんか作って、それこそ絵描きだったりとかスナップ撮る人とかもいるから、こうグッズも作って、うん、っていうこうなんかなんつろうな、うん、レーベルグッズ、まあ音源、なんかそういうちょっとこう、まあ、文化っていう言い方するとなんかあれかもしれないけど、まあ文化としては形に残るものとして発信できたらいいなって思ってますね。感動した。
え？いやなんかいいなと思ってちょっとじんときてしまった。いやいやでもほら、うん、ねランデックスだって全然俺よりも先にやってるし、うん、いやなんかほら我々ランデックスはなんか割とこう箱作りみたいな、ラウンデックスというレーベルという箱を作ってみるから始まってて、あなるほど、その、うん、あのある程度大きい軸っていうか、うん、軸にやっぱりヨウ君の曲があり、ヨウ君の活動のなんかメインであるみたいなもの以外は、うんうん、なんか割とこうなんだろう、いい意味でも何もないし、こうできることとやってみたいことを何でもいられる箱みたいな感じのやり方をしてるけど、なんかブロックパーティーはやっぱちゃんとそういう軸とは別に、なんかこう一緒に守っていきたいものみたいな、やっていきたい人たちとか、うん、うん、なんかそういうのがあるのだなと思って、うん、なんかぜひ手伝えることあったらいいな、いやもうぜひともねって思いました、っていうお気持ちようになっちゃった、うん、いやヨウ君にも出してもらいたいし、そう、うん、なんかそんなんできたら素敵だな、ね、うん、いいね、いい、やりましょう、やりましょう、うん、やりましょう、やっていきましょう。でははい、そうですね、そろそろ番組後半ということで、終盤ということで宣伝タイムに入ろうと思います。はい、じゃあ1枚目1個目バ、はい、ン、ああ、あ、ビ、はいこれは、博多の親不孝の界隈の人にはおなじみのこちらのブロックパーティー、はい、はい、僕のやってるブロックパーティー第4土曜日毎月やってます、ね、いろんなジャンルの、まあ、ベースミュージックを軸にいろんなジャンルの DJ が聴けるんで、いい DJ が聴けるんで、グッドミュージック、あとお酒もいっぱい出るんで、いや飲みすぎ毎回みんなめちゃめちゃになっとる、まあ、あの楽しんでもらおうと頑張ってますんで、はい、めちゃめちゃ楽しいパーティーなんで、みんなで遊びに行きましょう。第4土曜日ぜひ遊びに来てください。ダークルームです。はい、お願いします。じゃあ続きまして、はい、はい、さっきちょっとお話しに出た今週末ですね、ダークルームで8月31日ホリゾンタルハウスというパーティーをやります。で、まあ、各界隈からいろんな人を集めまして、このような DJ のラインナップで10時からやりますので、はい、まあ、結構楽しいパーティーになることを確信しているので、ぜひ遊びに来てください、うん、じゃあ最後はグラスどうぞ。はい、今週金曜日8月30日にラウンデックスレコードの、ジローから新たに曲がリリースされます。いい、ニンブル、ドラムベース、お、あ、俺も聞いたかも。そう、多分聞いたと、うん、う、ジローさんに聞かせてもらったかも。かっこいいよ、すごいジロー節、そう、ジロー節、うん、ジロー節、うん、ジローさんって感じだったら、うんうん、すごいいい曲でしたね。あとね、ブラッククロー以外にもドラムベースを出してくれる人が現れたと。はい、そういうことで、これはね、ダークルームで聞きたいな、私。あ、でも確かにダークルームで、うん、ダークルーム映えっていう言い方はあるかもしれないけど、うん、ダークルーム映えする曲だと思いますね。うん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 、他にもね、出してもらえる人がなんかもっと増えるといいなと思いながら、福岡をドラムベース大国にしたいなと思います。いや、世界的にはバカ流行りしてますからね、ドラムベース、うん、そうですね、そうだよね、うん、まあまあね、まあ、なかなかこの曲通りはあれですけど、でもね、地道にやっていくしかないからね、はい、うん、聞いてください。というわけで今日はかっちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。